はい、皆さん、こんにちは、コンコン TV です。今日は超簡単レシピです。いつもチャプチェを作る時に茹でたり炒めたりするとすごく手間かかるんですよね。今回紹介する超簡単チャプチェ、僕が提案したすごく超簡単レシピなんですよ。一番重要な材料は春雨とは違うんですが、さつまいもで作った春雨ね。ドンキとか業務スーパーとか、日本でもこういう韓国のタンメン売ってますよね。僕もこれ日本で買ったんですけどね。さつまいも春雨、これを使ってもタンメンと同じなんですよ。日本で売ってますよ。さつまいもの春雨使っても美味しいチャプチェ作れるんですよ。作り方はすごく簡単です。作りに行きましょう。レッツゴー。日本の業務スーパーで買ったさつまいもの春雨を使います。もちろん韓国のタンメンも大丈夫ですよ。タンメン 100g を1時間ぐらい水につけておきます。味付けは醤油大さじ 1.5、 オイスターソース大さじ2、刻みにんにく大さじ1、砂糖大さじ 1.5、 水大さじ2入れてよく混ぜ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 よ。材料は硬い順番から入れます。水を切ったタイムを耐熱皿に入れて、もやし 100g、細かく切った人参3分の1本 40g、 細かく切ったさつま揚げ 80g、 ニラ3分の1袋一つかみぐらいです。好みで好きな野菜を入れてくださいね。さっき作ったソースを入れます。しっかりラップをして一箇所だけ空気が出るように穴を開けます。電子レンジ600ワットで7分ぐらい温めます。最後にごま油大さじ1ぐらい入れてよく混ぜます。チンする前にごま油入れちゃうとカフェが飛んじゃうので最後にかけることをおすすめします。ごまをかけたら完成。はい、電子レンジで超簡単チャプチェができました。見た目はチャプチェとそっくりなんですけど、味はどうかな。食べてみますね。匂いは完全にチャプチェですよ。うまいです。電子レンジで作ったと思えない美味しさなんですよ。もちろんちゃんと茹でて全部野菜炒めて調味料入れて作った方が本場の家庭の味に近いんですけど、この電子レンジの簡単チャプチェも結構美味しいんですよ。野菜もニラともやし、うまい。とこのさつま揚げ、味が結構しっかりしてて美味しいんですよ。時間ない時にチャプチェ食べたいって思ってる方はこの方法も結構いいかもしれないです。うまい。皆さんいかがでしたか。
電子レンジで超簡単チャプチェ、はい、結構おいしいですよ。今回入れたあの材料は家にある材料で適度に入れたんですけど、皆さんの好みでもちろんほうれん草や家に余ってる食材入れて作っても大丈夫ですよ。今回は電子レンジで7分チンしたんですけど、家庭によってあの弱かったりとかする場合もあるので、7分から8分ぐらいおすすめします。コンコンティムの本場のチャプチェ作ってない方、それもすごく美味しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。それでは動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また次のレシピも楽しんでくださいね。止まんないよ、コンコン。